うちに保管してあったホワイトガソリン、もう太陽のストーブとかランタンなくて処分しようと思った、まあ、燃やそうかなと思ってちょっと燃やしたら、まあよく燃える、危ないぐらい燃えますね。そりゃそうですよね。1リットル、まあ、自動車だったら十何キロ走らせるエネルギーを持ってるわけですからね。それで近くのホームセンターで引き取ってくれるかなと思ったらダメみたいですね。同じものを買えばいいみたい。まあ例えばオイル交換のオイルとか。まあ、あとの望みはガソリンスタンドですね。ちょっと行ってみます。こういうものを処分難しいですね。かといって下水に流したら大迷惑だし、まあ、二次災害とか起こりそうですよね。何か電気とかスパークしたら一発で燃えますよ。危ないですよ。ホワイトガソリンの余り、ホームセンターではダメでしたけど、ガソリンスタンドで引き取ってくれましたね。しかも無料で、だから、まあ、車洗車機入れました。まあ、そのまま帰るのも嫌でしたからね。ここでフルオプション、泡もこもこ、株ジェットとか、まあ、いろいろありますね。まあ、すごい、泡すごいですね。めちゃくちゃ泡もこもこですよ。まあ、俳優、正直、処理難しいですよね。だからみんな下水に流したり、なんか余暇なる処分方法したりとか、そういうのしちゃうわけですよね。まあ、自分で燃やそうとして火災起こしちゃうとか、それとか放置しといてなんか放火とかの原因になる、そういうものを置いといたらなんか放火されそうな感じがしますからね。盗まれて何か犯罪に使われるとか、そういうのもあるから、まあいろんなところ引き取ってほしいですね。有料でもいいから。ホームセンター、まあホームセンターだったら廃油処理の設備とかありそうだからいけそうな感じがするんですけどね。まあ今日は早く廃油を捨てて帰ってくるつもりでしたけど、まあいろいろ時間を超えてしまいましたね。年末の洗車もできてよかったな。ということで、廃油買うときに処分のことを考えてください。まああといっぱい買わないように。私の場合だったらこのストーブ、ランタンとかを捨てる前にしっかりと使ってから処分する、そういう方法も考えた方がいいですね。ではバイバイ。